今回 SDGs を探求するのは山形大学の斉藤さん。訪れたのは山形日産自動車。山形日産グループでは EV の普及促進、また森づくり活動を通して環境保全に取り組んでいます。じゃあ私たちとして何か協力ができることがないかなということで、環境を良くするということと家族のコミュニケーションかな、そういうふうなのも取り入れながら、一緒に植樹した木が、まあ、5年後10年後、親子で見に来た時にいい思い出になればいいなと思うし。日産ならではの森づくりの特徴を教えてください。山なので、電源がないです。リーフの電気自動車を持ってですね、リーフのバッテリーから電源を取って、電気のチェーンソーですね、それの電源に使えるようにしながら環境整備をしてます。あの電気自動車について研究して、その結果が今の森林作りとかにもつながっている。リーフができてそれを、まあ、やってみたもんっていうことかな。私思うのは、まあ、生かされてる、生かされたように、まあ、地球なり社会に貢献していくっていうことをしないと、良くないんではないかなって思ってますね。車を移動手段としてだけではなくて、車をきっかけとして環境や地域を考えることによって持続可能な社会につながっていくんだなというふうに思いました。